こんにちは、シュンクッキングです。今回ご紹介するレシピは、材料たったの3つで作ることができるバター生クリームを使わないスイートポテトの作り方です。大きなポイントは、丸める作業は必要ありません。そしてオーブンを使わずにトースターで作ることができます。細かいポイントは動画で説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは作っていきましょう。生地を作っていきます。ねっとり系のさつまいもがおすすめです。さつまいもの皮を剥きます。皮が残ると生地にムラができるので、きれいに剥いてください。端も忘れずに。端は落としておきます。1センチ幅に切り分けます。加熱ムラが出ないように均等な厚さにしてください。水にさつまいもを入れて5分ほど放置してアクを抜きます。アク抜きしたらザルを用意してしっかりと水を切ります。ふんわりとラップをして加熱していきます。火傷に注意してラップを剥がします。フォークを使ってさつまいもを潰していきます。ダマをなくすことで滑らかに仕上がります。このぐらいになったら OK です。スーパーカップを使います。他のアイスでも作れるので、お好みで選んでみてください。ボウルに移します。軽く溶かしておくと出しやすいです。溶け残りがないように軽く混ぜておきます。潰したさつまいもに溶かしたアイスを流し入れます。もったりとするまでしっかりと混ぜ合わせます。このぐらいになったら OK です。ここに卵を割り入れます。今回は M サイズを選びました。卵白が残ると加熱ムラが出るので、しっかりと混ぜ合わせてください。ムラなく滑らかになったら OK です。ボウルにこし器をセットして生地を流し入れます。ダマが気にならない方はこの作業は飛ばしてください。少しずつ生地をこしていきます。しっかりとこすことができたら、そこについた生地を取ります。ムラがなくなるまでしっかりとなじませます。ダマや繊維がなくなって滑らかになったら OK です。今回は15センチの耐熱容器を使います。
ここに生地を流し入れます。表面を軽く整えてください。天板に移して焼いていきます。天板から上げて粗熱を取ります。粗熱が取れたら冷やしていきます。お好みで黒ごまをのせると上品で本格的に仕上がります。あとはお好みの大きさに切り分けます。完成しましたスイートポテトです。いただきます。しっとり滑らか食感でさつまいもの優しい甘みと香りが良くて、今回はスーパーカップを使っているのでバニラの香りもいいですね。とても美味しいです。今回の作るポイントは、さつまいもはダマがないようにしっかりと潰してください。トースターで焼くときは表面が焦げないように様子を見ながら焼いてください。丸める作業がなく、ただ混ぜて焼くだけで作ることができますので、ぜひおやつに作ってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。